Many governments are also trying to attract more people. 多くの政府はまたより多くの人々を引きつけようとしている。Attract 引きつける。Canada has a target to welcome 1.5 million new residents in 2023 to 2025. カナダは2023年から2025年にかけて150万の新たな住人を歓迎する目標を持っている。Germany and India recently signed an agreement to allow more Indians to work and study in Germany. ドイツとインドは最近合意して、より多くのインド人がドイツで働いたり勉強したりすることを許可しようする合意をした。オーストラリア is increasingly the time period some students can work for after graduating from 2 to 4 years. 知りませんでしたね。オーストラリアは、学生の一部が卒業してから2年間から4年間にを働くことができるような期間を増加している。今はだから卒業したら2年しか働けなかったんですかね。それを4年間働け、卒業したら、オーストラリア大学を卒業したら4年間働くようにした。そうなんですかね。大学卒業したらずっとオーストラリアに働けると思ってたんですけど、そうじゃなかったんですね。Britain has welcomed Hong Kongers fleeing Chinese oppression. Well over 100,000 have arrived. だからイギリスは香港人を歓迎し、中国の弾圧から逃れてきた香港人を歓迎し、それは、10万以上、ウェルオーバー、はるかに10万以上が、到着した。そういう人々を歓迎した。ね、Many countries have made it easy for Ukrainians to enter. 多くの国や諸国は、ウクライナ人が入国するのを容易にしてきている。Made it easy. Even those countries hitherto hostile to migration,including Japan and South Korea, are now looking more favorably on outsiders as they seek to counteract the impact of aging populations. これわかる？この意味は。Even those countries hitherto hostile to immigration, including Japan and South Korea, are now looking more favorablyOn outsiders as they seek to counteract the impact of aging populations. この意味わかる？あ、すいません、ちょっと待ってくださいね。Even those countries. ゆっくり考えて。難しくないよ。これらの俺らの国々っていうのが前に出てきたイギリス、ドイツ、オーストラリア。オーストラリアですね。ホスタイルというイギリス。ホスタイルはね、敵意を持った。あ、敵意を持つんですか。うん。ああ、なんだ。イギリス、ドイツなどのこれらの国々は今まで移民に対して敵を持っていた。そこには、インクルーディングジャパン、サウスコリア、うん、日本も韓国も敵を持っている国に含まれる。うんうん、あ、まあ、looking more favorably、looking 見える、まあ、なんだ、意味か、外国人に対して、favorably、好意的に見える。今は好意的に、より好意的に見える。As、they seek to 和らげる。和らげる。Impact of aging population。ああ、そっか。なんだっけ。
これ人口ピラミッドですよね。人高口齢ピ化ラ人ミッ口、あ、エイジング、高齢ド。あ、化。高齢化人口の、影響を和らげるためにあ、そうそう。ですよね。だから、若い移民を国に引き入れて労働人口増やすか、そんな意味合いですよね、多分。あ、はい。探した税制。なんだ、高齢化人口の影響を、緩和することを模索して、移民に対してより、友好的に、なりつつあるですかね。ルッキングもあって、より友好的になりつつ、見ている、見ている。見ている、友好的に見ているということですか。見ている。いや、外部者に対してより友好的に見ている。見ている、だはい。から、彼らはね、高齢化社会の影響を緩和しようとしているので、外部者に対してより好意的に今は見ている。いいかな？